はい、こんにちは。ブルーホースです。ハーバード心理学も32日目にやってまいりました。今日も張り切ってやっていきましょう。今日のテーマはこちらです。わからないを受け入れるっていう、このテーマ見ただけで腐ってきた方もしかしたらいるんじゃないですかね。簡単にね、もう情報が手に入る社会です。今、ほんとネット、スマホでね、Google とかそういう言葉が出てきてますけど、何でもかんでも、なんか情報知ってないと、そんなことも知らんのっていう風に、まあ、バカにされてしまうようになりましたよね。で、知識っていうのは確かに大幅に個々人アップデートされたとは思うんですよ。ところが知恵があるかというと、誰かのその情報を引っ張ってきただけの受け入れとか、取得した情報の垂れ流しで本人で考えて出てきたものではない気もするんですよね。なんかあの人が言った言葉って調べてみたら、あ、なんだあの有名人が言った言葉じゃんみたいなね。で、人間っていうのは危機感とか不安からこのままじゃいけないっていう風に成長していく生き物なんですよ。だからわからないことをわからないままに知ってるふりをしてしまう、いわゆる知ったかぶりをしてしまうと知恵っていうのは身についていかないし、成長も止まっちゃうんですよ。だから知恵を身につけていくためには、わからないっていうことを素直に認めて、わからないからスタートすることが重要ですということが今日の大きなテーマになっていきます。で、わからないことの恐怖っていうことなんですが、まあ、人間っていうのはですね、とかくこの状態っていうのを恐れるんですよね。悪い知らせっていうよりも知らせがないことが怖いっていうことなんですよね。例えば僕はその部下を持ったことがないので、まあ、マネージャーとか仕事のマネージャーとか社長との立場っていうのはまだね、味わったことはないですけど、なんとなくイメージつくのがの、ほうれん草がないって結構怖いと思うんですよね。例えばお客さん解約になりましたとか、開発が遅れてますとかっていう報告を受けるよりも、開発が遅れてるにもかかわらずそのことの報告がないとか、お客さんからクレームが来てる、解約になっちゃうっていうことが起こってるにもかかわらず報告がないっていう、その知らないっていうことの方が怖かったりするんですよね。とか、個人の話でいくと、病気になった時に医者から診断を下されるならどっちがいいっていう話なんですけど、はっきりとあなたはガンですって言われるのと、なんかの病気やねっていうふうなら、もう後者の方が怖いじゃないですか。病気、何の病気ですかって、ただの風邪やったらいいかもしれないですけど、ガンかもしれへんし、なんか脳に関する病気かもしれないしって、なんかもう恐怖ばっかりがありますよね。これが知らないっていう状態なんですよ。で、知りたいっていう欲求っていうのは人間の奥深くに存在しているものなんですよね。で、先行きが不安な時っていうのは、確かな知識で安心させてくれる人に教えを請うんですよ。だから自分が体の調子が悪いなって思ったら病気かもしれないって思って病院に行って、病気の時は医者に聞くとか、経営のことだったらコンサルタントに聞くとか、勉強のことだったら先生に聞くとか。で、どうしても教えてくれそうな人がいない時っていうのは、もうとにかくネットや本から情報を得ようと皆さんしてないですかね。今の流行りものは何とかね、流行りのものをおじいちゃんとかおばあちゃんとか親とかに聞いてもなかなかわからないんで、今の流行りの服装って何かなとか、流行りのネイルって何かなって思ったらネット本から情報収集するとかって絶対やってると思うんですよ。ところがね、まあ情報をかき集めたとしても、心の奥底ではその不安っていうのは拭いきれてないんですよね。で、実はなんでかっていうと、自分でその分からないっていうことが分かってるからなんですよ。だからどんなに情報を集めたとしても、知識を得ることができたとしても、絶対的な解決策って手に入れることってできないんですよ。今流行りのネイルってこの色なんだとか、こんなパーツをつけるんだっていう風にしたとしても、これで私って可愛いの？みたいなね、解決策じゃないじゃないですか。じゃあどうすればいいのっていうと、わからないっていうのも受け入れるんだよ。受け入れるんですよ。なんで受け入れるんだよって今ちょっとためだったんですかね。すいませんね。わからないを受け入れるってことなんですよ。不確実さを歓迎できるかどうかなんですよ。知らないものに対する不安とか、知らないものに対する不安っていうのは、まあ、驚きや新たな発見に変える意外な方法だったりするんですよね。だからネイルをとりあえず流行りだからって言って、これチェックしてみてやったけど、今日はこんな感じにしてみたけどどうかなっていうことをこう聞いてみたりとかするんですよね。で、まあ、それはいいとして、今日は知らないものに対する不安っていうのを、こんなことがあるんだっていう新たな発見に変えていく意外な方法っていうのをご紹介していこうというふうに思います。はい、なんだと思います？でも答えずっとね、さっきからチラ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 出てるんですよね。はい、歩くっていうことなんですよ。で、
もうネイルの話はちょっと一旦脇に置く形になるんですけど、解決策としてはわからないことの恐怖を受け入れるためには外に散歩へ出かけましょうっていうことなんです。できれば自然豊かで緑がいっぱいあるところがいいです。まあ、静かなところとかね、自然な音がいっぱい聞こえてくるとか、でゆっくり時間を過ごすことを目的にもただただ歩くんですよ。で、多くのアイデアマンたちっていうのは何も考えずに歩いている時にふと悩み事が大したものじゃなかったなっていうふうに気づいた、まあ大したことじゃないじゃんっていう驚きですよね、とかこれまで詰まってた新しい考えが浮かんだとかですね、っていうふうに散歩している時に解決したっていう話はよくあることなんですよ。で、実はもう世界っていうか、まあ、歴代でもナンバーワンで頭がいいというふうに言われているようなアインシュタインも散歩っていうのを日課にしていたんですよね。1日45分っていうのを何回も何回も繰り返してたっていうのは有名な話だったりします。はい。で、散歩を別に、まあ、習慣化しようねっていう話じゃないんですけど、まあ、不安に襲われたりとか、まあ、心配なことがある時っていうのはもういっそのことね、考えるのやめてただただ歩くっていうのを実践してみていただくのがいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、ヘレン・ケラーね、あの多くの方々ヘレン・ケラーお名前してるかと思います。見えない、話せない、聞こえないっていう三重苦を持ちながら人生を80年くらいですかね、生きられた女性の方なんですけれども、要は目が見えないですし、で、耳が聞こえないから話すこともできないんですよ。で、よくその耳が聞こえないから手話をやったりとか、目が見えないから点字をやったりとかってあるんですけど、その両方ともができないっていうような、まあ、生まれつきだったんですね。なんか幼い頃に熱にかかってしまって、そのまま見えなくなったり聞こえなくなったっていうはずだったんですけど、で、ある日ですね、森の中を長時間歩いた友人がいたので、その森の中でどんなことがあったのっていうふうにヘレン・ケラーが尋ねたんですね。そうするとその友人っていうのは、いや別に何もなかったけどっていうふうに答えた、その時に感じたことを書いた日記っていうのが残ってまして、ヘレン・ケラーはですね、こんなこと言ってるんですよ。1時間も森の中を散歩して別に何もなくてどうしたら言えるのって。で、目の見えない私にもたくさんのものを見つけることができる。左右対称の繊細な歯、白樺の滑らかな木肌。目の見えない私から目の見える皆さんにお願いがあります。明日突然目が見えなくなってしまうかのように、全てのものを見てください。明日耳が聞こえなくなってしまうかのように、人々の歌声、小鳥の声を聞いてください。で、明日触覚がなくなってしまうかのように、あらゆるものに触ってみてください。で、明日嗅覚と味覚を失うかのように、鼻の香りを嗅い、食べ物を一口ずつ味わってください。で、五感を最大限に使ってください。世界があなたに見せてくれている全てのものに喜び美しさを称えましょう、ということなんですね。まあ、ここまで正直大げさなことを感じるために歩くっていうことをしてほしいっていうわけではないんですけれども、まあ、見えないヘレン・ケラーであっても、本来見えなかったり感じることができないものっていうのを感じることができるくらい、散歩っていうのは素晴らしいものなんですよっていうことなんですよ。だからちょっとわからないことっていうのが些細なことだっていうことに気づけるっていうのが散歩の威力であります、ということなので、まあ、ちょっとね、今はもう平日に差し掛かってますから、次のお休みとか、ちょっと朝早めに起きたりとか、寒いですから、あったかい格好をしてね、ちょっと周辺を散歩して出てみたりとかっていうのをしてみると、日常生活とか仕事とか学校の中で抱えている問題とか課題っていうのが、ふと解決できる、そんなアイデアがもしかしたら浮かぶかもしれませんので、ぜひやってみていただけたらと思います。ということで、本日の最後にですね、今後もあなたが不安に襲われたとしても、私のこのチャンネルが解決の糸口になるっていうことを願ってます。ということで、些細なことでもですね、不安があるなら、こちらのコメントとか、それから直接ね、Twitter の DM っていうのを開放してますから、打ち明けてみていただけたら嬉しいです。で、僕があなたのお力になれることがあれば、なおのこと嬉しいです。ということで、本日の動画は以上となります。次回の動画でもお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。